じゃあ、準備ね、もうできた方から、早速打ち出しをお願いいたします。富田前出すぎやろ、と。わあ、そこは、否定はしません。もう、あの CM 作る時点で富前出すぎって言われてもおかしくないよね。まあ一応そうですね、最初にこのねガロも今日最新台ということなのでスペックだけ最初にねご説明だけしますね。319.6分の1、ミドルタイプ、核変中確率が 99.7 分の1、まあ、ST 突入率が 33.2% ということなので、店長ここがちょっと大変かなという感じですね。でもまあ時短込みだったら40後半ぐらいになる。まあ50ぐらいですかね、50弱ぐらいかな。一応時短が100回ついてます。で ST に入りますと160回転、継続率 80%、まあ、右打ち電殺法で当たると10ラウンド確変 100% ということなので、まあ大体1500発の当たりはもう保証されるというか、当たれば10ラウンドですね。まあ、へそに関しては10ラウンド確変が 33.2%、 10ラウンド通常が 66.8% なので、まあだいぶこう尖ったような感じのスペックになってますんでね、まあ、あたりちょっとお見せできたらいいかなと思いますけどもね。で、正直上のフェイスは高画仕様にしてほしかった。え、顔を高画にするってこと難しいね。まあ、一応筐体はね、ゴールドストームとタスクオブゴッドと同じ筐体になっておりますので、また多分横のルーレット激アツとかね、一緒だと思います。あと今回は、西島甲賀さんが主役の台ということなので、まあ、甲賀さんがもうたっぷり見られる演出がたくさんあると思いますんでね。まあ保留に関しては多分ガロ保留ですとかね、ザンバ剣、ガロ保留、ガロ剣保留か、この辺待ちかなというところもあると思います。あ、甲賀のガロの顔、あ、上が、あ、ゴールドストームショーのままなんですということで、あ、そうなんや。私ね、あんまりちょっとガローは初代しかちょっと見たことないから、あんまりちょっと話わからないんですけど、やっぱあれなんやね、そのゴールドストームの時と初代のガローってやっぱ顔ちゃうんやね。コミタン見れるだけで嬉しいってね。やっぱり初代のガローがやっぱ一番人気あんのかな。お三人さんはどうなんですか、ガローは打ちます？ガローは、まあ、結構打てました。あ、バタコさん？はい。何ガロが好きやったとかありますか？ファイナルが一番好きやったっす。あ、そうなんや。まあでもファイナルも郊外もね、はい、言うたらね。確かに。まあ確かにこの初代ガロは待ってた方かなり多いと思いますからね。ちょっとネームだけつけていこうかな。まあ、一応連続予告3回はもうこれは必須って感じですね。あとは、リーチが、監督のリーチがあるんですかね、これね。アメミヤやったから忘れたけど、白虎リーチが 4.5、 星 4.5 なんで、これが来るともかなり大当たり期待度が高いということですんでね、まあ、その辺も見ていきたいところですけども、まあちょっと3台やから1台ぐらいはね、3台やったら1台だってもええかなと思うんですけどね。100分の1ぐらい単純計算ですけどね、はい、ちょっと前回海ジャパン2やった時はちょっとあんまりちょっとあんまり良くなかったんで、どうでしたっけ、多分当たらんが1回当たったんか、当たらんかったんか、当たらなくて当たるまで、はい、あ、そうそう、でやっと当たったけどなんか単発がなんかで終わっちゃったような気がしますね、はい、まあ歴代ガロと一緒で、パーフェクトフェイスオブガロが出ればもう激アツということですんで、あとフラッシュに関しても金系の色だったりとか、あとは赤エフェクト、ガロフラッシュ赤が出るとチャンスですね。まあ赤系がやっぱ絡まないとちょっとスタートラインには立てないって感じですね。まあ初代の演出とかもね、どの辺入ってるかっていうのもちょっと見ていきたいところではありますね。まあ、もしね、またスペック等は分からないことあったら補足できるところであれば補足はしていきますんで。新しい店長はトミーより年下になるんですかって言ってますが、まあ、ね、店長は、トミーよりは年下っすね、もちろん。全然下っすね。ね、トミー、もう40近いんちゃうことかな ?38。なんか8か9かなんかその辺っすよね、もう。そんぐらいっす。ね。割とトミー年いってるからね、みんな。もう、まあ、キコちゃん始まった時がもう30代の、
中盤か前半ぐらいやったからね。そう考えたらまあお茶になったよね、まあ、こんな感じでね、今日はカリメロさんとバタコさんと店長の3人で頑張ってもらいますんでね。3台で売ってるからカロリーゼロってね。39歳になります。39なのかな。まあまあおっちゃんやな、アラフォーやな。はい、ちょっとねコメントもいただいてたらどんどん読んでいきますんでね、ぜひぜひいただけたらと思いますね。山形からこんばんは、お家からこんばんはでね、いつもありがとうございます。倉敷からこんばんはでね、倉敷、はい。トミーの雑なガロどう思うか、皆さん一言ずついただけますでしょうか。どれのことですか。金タイツですか多分 CM かな、わかんないけど雑ガロって言われてますけど、ガロなんすかあれ。ガロになり損ねた金髪金タイツのおっちゃんじゃないのどうでしょうね、店長どう思います。雑言われてますけどまあ、もうちょっとクオリティ、まあまあまあ、あの明日実物見れるんで、そうですね、まあ、あの雑かどうかちょっとほんまに見てほしいですけどね。そうですね、まあ、あのそうですね、イカアダギのね、ツイッターの動画に上がってましたけど、ちょっとスルーだいぶ面白かったですけどまあそれはあんな感じになるわなって。まあでもハートの強いねエリア長なのでね、ぜひぜひ一回見に来ていただきたいなと思いますね。バウアーでね、処刑です。中島に電話してってね、中島ね。中島、今月放送ありましたんでね、まだその時にあのコメントもらえたらと思いますね。息子のライガーの話も演出で入ってるから、ちょっとややこしく思いますって方もおられますね。確かに雑誌、私もちょっとさっき見せてもらったら、ライガーとコウガーとリュウガーと、なんか、3人分の予告があるみたいなんで、ちょっとガロあんまりわからない人は、ちょっとごっちゃになっちゃうかもしれませんね。トミー明日もスルーされるで松坂世代私的にゴッドイーターはすごく神代やったから新代のガロにも期待したいですって言われてますけど、まあ、やっぱり7月はねガロと、22日に控えてる仕置き人もうすごいこの2機種かなっていうところもありますけどもね。そうですね、どっちの方がいいかなっていうのは、はい、そうですね、まあ一応どっちも ST なんですけど、突入率とねそのラオの振り替えが若干違うので、あとは、判件ですよね、やっぱね。ガロ好きな人はガロ打ちに来るでしょうしね。やっぱ仕事人の方がいいという人は仕事人打たれるでしょうしね。北斗8が打ちたいという方もね、おられますね。北斗っすか、まあ、?9 月でしたね、確かね。9月ですね。まあ、この7月、8月、9月はちょっとこう、メイン機種というかね、看板機種それぞれ出ると思いますので、期待したいところですね。こんばんは。でね、トミーガロ見たいよって言ってますね。見たかったら来てください。そうですね、ぜひ。朝から。まあ、トミーエリア、順次、こう、金太刀で回られるんじゃないかなと思いますんでね。ぜひぜひ、要チェックということですね。ジュードのピコちゃん中毒者ですね。いつもありがとうございます。ハゲキシザツガ。いや、これあれですね。トミーのお名前ですかね。こうが楽しみですし。ガロじゃなくてボロですよね。ボロね。黄金騎士ではないな。トミークオリティやばすぎるってね。保留がくるくる回ってます。お、保留くるくる回ってる。くるくるは俺結構回ってたね。これ回ってたね。これ何なんすか。これ全然別に。そうですね。多分点滅保留ぐらいの信頼度なのかな。昔なんかね、このエンブレム逆で保留来たら大当たりみたいなのありましたけど ね。あるんじゃないですか。今回もあるのかな。僕、魔界ぐらいで止まってるんですよ。あ、そうですね、私ね、店長よりもっと前の鋼で止まってるんですよね。だから、まあ、ガロ保留が熱いっていうのはなんか知ってるんですけど、もうそのエンブレム逆のやつはもうないのかな。魔界はありましたよ。あ、魔界はありました。剣飛んできて、くるくる回って逆で止まった、はいはい、ね、あんまり見たことないですけどね。あれもレアですからね。ガロになり損ねた、うん、そうですね、たまにガロは他のよりなんか確定系多い。あ、そうですね、確かにレインボーとかもね割と出たりとか、あんまり酸性柄が出ないイメージはありますけどね。ないですね。はい、変化する前ってぐらいじゃない、点滅保留でね。逆エンブレム今回もあるよって言ってますね。あるんや、点滅保留かなって言ってますね。ガロになり損ねたホラー、トミーホラーレベル1、これ確定ですね、ホラーレベル1ね、はい、
鹿の子台遠いけど2回行ったよーってことでね、ありがとうございます。そうですね、確かに関西からでもちょっとね、こう、神戸越えないといけないので、まあ、サンダー寄りというかね、割とちょっと遠めになりますけど、でもね、来ていただいた方もいてありがとうございますのでね。店長、トミーに昔みたいにカッパコスプレやってって言っといて。カッパ？カッパやってたんですか？カッパはね、多分東部エリアを担当されてた時に、多分今の網干の店長とカッパやってたような気しますね。多分写真持ってはると思いますけどね。はい。カリメロ君とバタコさんに聞きたいんですけど、はい、前の店長の玉江さんに食べられそうになったことありますか？私はないです、ね。あ、バタコさんない。はい。カリメロさんは そうですね、うん、あ、2回ぐらいあるんや。お腹空いてたから。だからあるやろ、卵割れてる。卵割れてる。そうなんですよ。カリメロやもんな。確かにな。あ、逆保留あったと思いますよってね。回転保留は点滅程度の期待度やから全然期待しないでいいですってことでね、ありがとうございます。やっぱりあるんやな。なるほどなるほど。CM すごかったね。でもね、トミーの CM ね、あれは多分7月中は割とトミーエリアでは見れるんじゃないかなと思いますんでね、ぜひ。あとはトミーのね、ツイッターもなんか上がってましたんでね、ぜひぜひ。こんばんはってね。皆さん、トミーのこと好きなんですか？そら好きでしょ。そら好きなの、はい、そら好き、好き、好きってことでいいですね。はい、みんな好きだそうです。なんなら金太一と一緒に来ようかと思ったんですけど。聞いたやつね。でも今日ちょっとあんまりにも当たらへんかったらちょっと考えんとあかんかもしれませんけどね。あまりやったらサンダーのドンキーって買ってきますんでね、全然みんなで来てもらえたらいいかなと思います。サンダーのドンキーは何時に閉まるんですか？3時までですね。あ、3時までやってるんですか？確か3時やったと思いますね。でも全然今から飛んでいけますんで。はい、いつでも言っていただけたらご用意させていただきますんで。まあちょっと12時半ぐらいになってもちょっとね、なかなかちょっと動きがないようでしたらちょっとね、全身体とかに行ってもらおうかなと思います。明日ね、早番の方おられるそうなんで、ちょっとその人に来てもらうことになってしまうかもしれませんけど。着る？明日ですか？明日朝ね、トミーおるからでもできるんじゃない？うん、いけるいける。一人やったらやっぱちょっとハードル高いと思うんですけど、はい、いけるんじゃない？あ、確かに。まあ、マネージャーが着るなら一緒に行ける。はい、そうだね。だから明日やったらね、行けるかもしれないね。まあでも当てたら大丈夫なんで、ね、まあ当てたら回避でいいと思う。全然当てます。ただバタコさんが明日休みっていう情報を聞いてるんで、ちょっとバタコさん当たらへんかったらちょっとあれやね、押し付けになってしまうけどね。当たらんかったらちょっとカメラとかには分かんないですけど、はい、はい、まあ1週間ぐらいはずっと勤怠。あ、なるほど。バタコさんの出勤日は朝からの時はもうずっとお出迎えは勤で、いいですね。ツイッターで毎日上げてもらってもいいですけどね。今日のスルー具合みたいな。銀タイツにして、あ、ゼロにしてもいいんじゃない。確かにね、銀タイツってあんま売ってないけどな。あ、銀タイツもありましたよ。 あるんや、はい、やっぱちゃんとチェックしてたんやね。金と銀と交互に売ってました。あ、そうなんや。それ面白いけどね。確かに。まあ、ちょっとカリメロさんの台ゾーンね、なんか変わってたけど、あんま関係ないのかな。潜入みたいなのなってましたけどね。そうですね、なんかでも特に演出的には変わって何もなかった。そうですね。ただあれかな、そのステージ移行みたいな感じなのかな。このなんかトーカー版みたいなのがすごいですね、本当に。うん、今回トーカー版っていうんですか、これ。トーカー版、あ、そうですね、同行版かな。今回液晶がね、まあまあトーカー液晶やからね。シャープさんとあれかな、確か液晶コラボしてはったよね、確かね、三成さん。すごいですね、これ。割とだからカメラ泣かせって言われてるんですけど、まあ一応こうカメラの設定ちょっといじらないと綺麗に映らないらしいんですけどね。このクオリティですよ。ね、綺麗ね、確かにね。すごい、すごい本当力入ってるなって感じですね。このバタコさんね。はい。別に頭良くはないと思うんですけど、はい、変に難しい言葉すぐ使おうとする。まあいますけどね、中身はね。はい、まあでもちょっとね、間違えないようにだけ。生放送残っちゃうからね。はい、ガローじゃなくてハゲやね。バタコ久しぶりやねって言ってますね。前回ね、出た時があれが3月ぐらいだったかな。3月か4月ぐらいでしたからね。そうなんで4月ですね。はい、海のね、ジャパン2以来ですけどもね。白い目で見られるよ、タイツってね。いやもうトミーはハート強いからね、もう
ずっとできるよね、あの人は。お菓子大好きトミーが怒ってるときはお菓子与えとけば大丈夫だよ。そうですね、あのハイチュウあげたら喜ぶと思いますね。昨日お菓子食べてもらいましたよ。あ、また、ね、ねえ、ダイエットしてるんだけど結局お菓子食べてんねんな。見てました。はい、あんまり餌付けしないでくださいね、皆さんね。カリメロに頭似てるからカリメロなのって言ってる。完全そうでしょうね。ねえ、でもなんか雰囲気でしょうね、きっとね。まあでも僕、カリメロって言われた、カリメロっていうキャラはまず知らなかったんですよ。いや、知らんやろうね。あれ何年、もう何十年前でしょ、多分。結構古かったと思う。古いと思うね。私らも、そのリアルタイムではなかったような気がするんで。で、それで、携帯でちょっと調べて、はいはい、こんなキャラなんや。あ、なんか来たやん。あ、なんか来ました。あ、インが不意。あ、こうが、あ、出てきましたね。そんなにこの演出はでもなんかどうやったかな、ちょっと楽しめそうや。これ強いやつちゃうんか。レギュレースってね、だいたいやられるよね。だいたいナイスキャッチされて、ナイスキャッチ、そうそう、懐かしいね。されるん、確かに。あとはその対戦相手じゃないけど、この数字がどこまで上がるかかな。89っていいんかな。100体いけばとかなんかな。100いったら8点とか。まあ一応あの保留はくるくる回ったままですよね。さあこれで召喚すればね、これがアニメーションリーチになるので、まあ歴代のガロだったらね、ここで発展してガロのパーフェクトフェイスオブガロかな、来たら熱いっていう流れですけどね。結構このアニメーションリーチの時にプレミアム出るイメージですね。おお、なんかフリーズ来た。なになに、おお、言うた誰。おお、頭こい、頭上。なんかかっこいいね、これかっこいい。普通におおーなった。うわ弱そう。ザジ来た。顔だけやからどうなんやろ。あとでまた上出てきたりするのかな。ああそうか、上も出ないと強くない、ね、そうですね。このリーチがガロ SP になるのかな。くるくる回ってない。アマド、うん、熱いの。熱くはなさそうやけど、まあガロ SP かな、これは。あー、吹っ飛ばされた。だ、あ、でもあ、バイブった。お、あるの。あら、5点きた。これで後半発展になるんかな。もっともっといかへん。あ、緑は弱いか。でも当たりそうっちゃ当たりそう。当たるかな。弱いんか。あ、ルーレットで激アツ欲しいねーって。そうですね、上がちょっとくるくるは回ってないですよね。剣が出てないもんな。そうですね、確かに。ペッペッペーがないですもんね、うん、まだ今回分からへんな。これ何、復活ではない、分からん。これ必殺技の種類があれかな。あ、で赤いけばってこと。アツそう、うん、青か。青ちゃんさん、じらしますね今回。長いな。8でおなじみの緑、当たらない緑。もうやだ。ああいう3段階システムなんですね、今回は。いっぱいボタンを押さない。長い、リーチ長いってね、ワンチャン多いねって、長。ファイナルみたくタイガ出してほしいって。タイガはね、お父さんですね、甲賀のね。長い、わーって。待ったらしいけど。ただその代わりでもあれですね、 ST がやっぱり早いんじゃないかなと思いますね。通常が長い時ってね、せめて2段階でやめようと。復活すんだ。ガロの顔の形はファイナルで、顔完成の動きは魔界の花と同じかなと思ってますね。でもあのガロのね、顔なんかすごいクオリティ高い感じしましたけどね。最後はあんなにいらんよねってね。まあちょっとそうやな、ちょっとまあ長いイメージあるよな。まあでもガロンもともとリーチちょっと長いような気はするから、まああれぐらいやったらバダーって感じかな。
引っ張って外れる。もし復活入れたら4段階か。まあ、あの後に終わって、あれかな。その、コーガーみたいな感じで出てくるのかな。ST 何回で ?ST は160回ですね。はい。ただその代わり、へそからの突入率が 33.2% なので、割とちょっと狭きもんですけど。ただその代わり10ラウンド確変です。右打ちで全部当たるとね。めっちゃモリモリ。ねえ。ガロホリューみたいですね、ガロホリュー。そうですね、やっぱガロホリューとか、あの、剣刺さってほしいですね。うん、あの、ガロホリューの出てくる時の音聞きたいです。確かに。やってみて。前作のゴロみたいな音が。そんな音やったっけ、はい。ちょっとあんまり覚えてなかった、これ。前作のゴールドストームにも2段階リーチありましたね。ね、80番の1500発の実力を見せてください、ということで。そうですね、やっぱガロの魅力はこっちで、ここですからね。入り口狭い上にロング ST か、ね、右打ちの継続率何パーですか。 80% になってますね、はい。ただ継続率というのは必ずしも 80% ではないと思いますんで、まあ、一応目安としてね、覚えておいてください。イカダギ店のようにトミーはお出迎えしてもお客さんに全スルーされます。わかりますって言われた。当たり見せれんかったらトミーに言いつけますねってね、言われてますね。明日時間に言ってあげてください。はい、今回のガロも右側にガロ剣のやつですかとか。そうですね、横にあの多分これガロ剣と、で熱かったらザンバ剣に変わるタイプだったかな。ああ、ここっすね。ね、あの引くパターンと押すパターンとあるやつよね、確かね。でっかかったりするんですね。そうですね、3に当たらんかったら当たらない人がハゲスカーに突然お願いします。明日朝一やからもう寝てるんちゃうかな。32% 無理ゲーってね。こういうスペックバイオでかなり苦労したからな、なかなか 40% でさえ取れなかったですって方もおられますね。岩手からこんばんは、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。これは確変に入ったら出るのってことで、まあ継続率はね、あの高い方で、あと振り分けが右打ちの場合はないので、そこがまあいいところかなと思います ね。やっぱり4ラウンドとね、10ラウンドのその振り分けがある機種が嫌だっていう方もおられますんでね、なかなか皆さんのわがままだからね。時短込みなら 51% し、しゃあないねってことで。そうですね、時短は一応100回やるんで。でも初代金田一も突入率 30% やったから、それ打てた人ならなれそう。そうですね、私も打ってたな、そういえば。金田一 で、ね、当たるで、当たる時にもあの押した瞬間 V が出てくるのがわかるっていうね。はい、懐かしいですね。突入率低いんですかって、突入率は一応 33%。ですね、はい。まあ時短で引き戻せる人は私はすごいなと思うんでね、はい。まあ、その辺も今日ちょっとね、トータルでお見せできたら一番いいんですけどね。時短長くできないのかな。まあ時短は一応ね、100回っていうのが今もほとんどですけどね。時短そんなにいます？100回良くないですか。まあ、まあそうやな、あんまりダラダラ打つの嫌っていう人は100ではいいんかな。じゃあ ST が短くて時短長いやったらどうなんですかね。なかなかね、こう、皆さんが言うスペックって通らないからね。なんかでもカリメロ君の台はようあれやね、エース発展するね。ガロは多分当たりたがってんのかな。ただ保留はあんま変わってないか。そうです ね、さっき一回来た何ですか、保留回るやつ、はいはい、ぐらいですね。まあ、あれでも全然発展してんもんな、ね、はい、回ってるです。そうそう、回よう回んねんけどね、よう回るけど、まあ、さっきはね、この辺でフリーズみたいなのがあったからね。やっぱアニメーションめっちゃ綺麗ね。どうなんやろう、全然今のとこちょっと分かってないからあれやけど。危険度 5?5 ですね。5ってどうなん、もうあかんってこと。5は逆にプレミアじゃないよね。5はきついっす。逆にそれいるとか言われそうやな。やっぱ3世は静かだね。3世確かにもう激アツの時は一発でガーンってくるタイプ感じやもんね。初当たり何発ですか。初当たりはね、10ラウンドですね。多分1500ぐらいかなと思うんですけどね。全部一緒ぐらい、はい、だと思います。振り分けがないので、全く危険度5ってもう諦めるしかないよね。運命を引き
引き抜け期待度5でやったって言いそうになったけど今の危険度やったね、うん、期待度じゃなく危険度ね。なんかあの前のガローとかやったらねその危険度が期待度に変わってたらちょっとチャンスとかねありましたけどね。わがままついでに言うならユーパチで 99% 継続の右打ち全部16ラウンド、まあ、100% ないやろうけどな99% 継続やったら2ラウンドとかちゃうかもしれへんね。せめて剣を差し込む演出まで行ってほしい。時短連発なんかな。リアンとマユリとジャミーが共闘するなんてすごいな。世界観全く違うよ。まあ一応その3騎士のね、あの3世代言うたらいいんかな、みんな揃い組むって感じですもんね。カリメロは演出がすごいだけの人間設定の持ち主ですおるね、全然当たらへんねんけど演出だけ賑やかな感じ。あでも僕あの絆、ほう、スロットの絆とは相性いいです。あそうスロット自慢にだけど 今そんな話とりあえず当てんかいって言われるね。じゃあちょっとその実力をちょっとパチンコで見してよ。パチンコせっかくやから。今日多分はあの YouTube でも結構見てもらう人多いと思うんでね、当てやがれこの野郎って言われてもおかしくないからあでも3なんか暑そうなんだ。暑そうやけどな、どうなんやろうね。色がいいな。あれですね、魔界の時とかにもあったやつ。あった。魔界の時あんま暑くなかったっけ。いやあれもうその希望は弱いか、神滅の状態とかが出てくると暑かった。あそうやね、確かに。今回どうなんですかね、低温は暑い方になるのかな。低温は歴代全部 50% ぐらいあると思うね。今回も暑いと思うんですけど低温希望はちょっと弱いね、確かね。アップして、アップしようか。コウが男前やな、ほんま。ねえ。もやし継続って。絆と相性いいの、祝言出した？あ、結構出します。あ、そうなんや。そんなにじゃあ相性いいんや。はい。魔界列伝の話がモチーフだからね、ってね。当てなくていいから、面白いとこだけでも見せてお願い。激発外したら一番面白いけどね。多分このね、招き猫の色とかも、もしかしたら関係しているかもしれませんね。楽曲って何？なんか歌みたいなやつか。歌？お前、歌。これ、何やろ、歌れ、ゲジレンみたいな感じなのかな？何もなかったね。何もなかった。まあまあ、ガロらしいよね。お？お、ちょっと待って、レイボー！え、なんでなんでなんでちょっともう分かれませんごめんなさい。すいません、当たりました。今なんか普通に歌のレース広告みたいなのげてそのまま当たったね。このパターンって昔のやったらだいたいこういう系で当たると。あ、なんかかっこいいね。なんかかっこいいかっこいい消化コインスかっこいいよ。普通に演出で当たったら格演とかありましたかね。 ST 入れてほしいね。あんな一発で来るの。あ、これは筐体、筐体1個だけありません。あ、これあれか、その期待度なんかな。あれを選んだらいいですね。そうですね、右行けばいい。まあまあ大体真ん中か、うん、上が114でレインボーになってますね。見てないし、いやごめん、私もあれで当たるとちょっとごめん思ってなかった。あっさり当たった謎当たり高尾突遠隔来たーって言われますけどね。もう遠隔来たらね、ほんまにもう一発目で押してるわほんまに歌リーチみたいなやつで最後までとかいっちゃうんかな。ごめんね、あの雑誌には歌リーチのこともそんなに書いてないからな。いやなんかガロカーにガロっぽい謎当たり、ガロっぽい わけわからんか当たるの。だからこれでまあね、通常か ST か星1個半から4個なんか多分歌によって変わるんじゃない。ああなるほど、まあ青やったっすけどね、あのエフェクトとかもね。良かったのかは分かんないゼロの俳優も14年経っても変わってないな。藤田さんね、かっこいいね、はい、こんなに あっさり当たるのか。高尾イーダイヤル、うん、賛成ですね、はいレインボー見てなかったからどうか急に顔完成したね。あこれはあかんかった、やばい。まあでもラウンドの最後の方で あれないんすかね、うん、立ち上がるみたいな。かっこいいちゃん、かっこいい。さすが高尾。これ設定があるやつか。これ設定ないですね。はい。おお！店長すごい。33% 引いた。入ったや。やば。すごい。もう店長仕事した。
楽しさを見せましょう。あれはなんなんやろうな。謎当たりで ST 入るってすごいね。召喚会場さんがここ入りました。33番入りましたよ。すごさあ、ここから、店長のお題は ST160 回継続率 80%。 店長、これあれですよね、確かバトル選べるんですよね。え、そうなんですか。定めバトルと 99.9 秒バトルっていうのがあるんですけど、はい、あの騎馬バトルとかの継承は確か定めバトルで、あと効果がずっとあの走ってる演出ですかね、あれは 99.9 秒バトルの方になるんですけど、どっちの方がいいんやろ。やっぱあれかな、騎馬バトルの方がいいんかな、私服の時。あ、これですね。どっちがいいでしょう。後半から宿命にしましょうか。じゃあこれ選べんのかな。じゃあそれ入れましょうか。甲賀の俳優さん、男にも女にも受ける顔。男にも受けんの。そうなん。デモ機です。いやいや、営業中に使用させていただきます機械でございますよ。皆さん楽しみ。核変率から考えてゼロ強くね、あとは駆け抜けるだけだ、あとはここから 80% 引くだけやと言われてますけどね。 ST160 で90何分の1ですか。核変中確率がまあまあいけるはず。 99.7 分の1ですね。まあ一応継続率は 80% ということなので、まあ平均だいたい4年ぐらいなんかな、4から5年ぐらいがいいところかなと思うんですけど、まあでも 80% って本当に分かんないですからね。新本屋とかみたいにね、もう20連30連するときもあれば、本当にあの単発スルーもありますしね。天の台を160回で引くだけか、余裕やな。そうでしょう。そうそうそう、単純なね計算だとそうなりますよね。こういうことか。ちなみに甲賀の俳優さんはテニプリにも出てるよ。ああそうなんや。いやー店長、なんか出だしめちゃめちゃ良かったっすね今日ね。早く当ててうますね。これまあ一応ね ST まで見れたんで、あとはその激アツエースを見たいですね。王道のあたりみたいね。消化おっそって言われた。うん、ごめん、私はそこは触れなかったんやけど、触れられてしまったらもう呼ぶしかないから。でも音がなんかあれやね、今カリメロコの台か、ちょっと赤系のエフェクト来てますけどね。さっきみたいな演出結構来てますけど、そうね、なんかワンチャンっていうのがないね、カリメロコの台。そうですね、なんかあったら面白いんですけど、うん、一応のバタコさんとカリメロさんはねーで、あの保留編がちょっと来たら騒いでね、はい、わーみたいな。あ、わかりました。バタコさん売っとった。あの補足入ってたよね。ロング ST での時短消化めっちゃ遅いなーってね。消化なんでこんな遅いんやーって言われてますね。ここまであんまり見せ場ないですね。そうだね、なんかカリメロ君はまだなんかこう煽るけど、バタコさんの台めっちゃ静かいもんね。変身すらしてないですか。ねえ、一回ぐらいちょっと変身したいよね。とりあえず変身。まあまあ消化ストレス溜まりそうな気がする。ちょっと最後のね、はい、1個2個動かしてから最後の確かにちょっと私もごめんなさいね、思ってたよりはちょっと遅かった。でもちょっとガロの世界観を感じてください。 ありがとうございます。あの高速消化やと思ってたから私もそこはちょっとあのごめんごめんっていうか、私別に3世の人全然関係ないんやけど。ちょっと楽しい時間を長くっていう、まあそうですね、はい、あのいい風にフォローしていただいてありがとうございます。あ、でも保留回ってるやつ来ました。回ってんのかい。刺して刺して、ガロケ刺して、これログ ST ならもうちょっと早くてもよかったよね。まあそれはもう、はい、あのそういあの同意します。はい、お時速制限が時間なら1500発。まあ確かにあの右打ちのラウンドの、あ、天井の台はこれはお、あ、でも細いな。いや、いけでしょ。押し込め、あかんねや。 あれぐらいじゃダメで、7点でもないんですね、これ1点か。ただこれあれじゃないですか、この演出中って全部点じゃないですか。ああ、なるほど。まあ、あとで後半バトルもあるんでね、ここであれかな、割と当たったらもう、あ、回ってますね。回ってるわ。回ってるわ。あ、緑だったわ。でも、ガロの緑ってあんまり、あれです ね、信用できないですもんね。ST 中の緑は別に。やっぱガロ掘り欲しいですよね。とりあえずやっぱ赤、赤欲しいね。
赤の音聞きたい。でもこれで当たるんですよ。この剣差し込んでプチュンっていうのが嫌っていうね。確かにね。悲しくなるよね。あ、これ金文字っすか。え、ちょっと待って待って、それはちょっとなんか、あ、熱そう。来た、カリメロ来たで。ちょっと待って、さっきこっち、うんうん、そうやね、さっきさっきさっき当てれる。え、一応今3画目してますよ。 あ、でも召喚、あ、でも、あ、でも顔出ないな。店長の台は緑あかんかったね、やっぱり。緑はやっぱダメですね。あ、ガロホリュー欲しいねってね。ガロホリューの薬物作って欲しかった、剣より。今回ピッポッパーって 剣出ないんだね。多分出ると思いますよ、暑い時。消化遅いのは出玉スピード競うのせいですか。うん、そうですね、まあ推測になるんですけれども、多分右打ちが、おー、びっくりした。発展はやっぱ上出ないか。うわ、キラキラしてる。上出さない、上出さない、ここや、上出したらいいです。ここここ、お、でも長いよ。なにこれ、なにこれ。うわ、なんかでもめっちゃかっこいいな。めっちゃ金やで。でもこれ黄色ってことやろ。金、え、これ黄色なの。金だ、金だ。一応これね、カリメロ君のリーチファルコニアっていうのかな。あ、これっすね。信頼度星3つ、チャンスアップがちょっと欲しいですね。あと上のクルクルが激アツ止まればいいですね。あー、これっすね。はい、それはまあ、あの歴代ね、あのゴールドストーム賞も V はもう当たりですね。あ、なんもないか。金体はデフォらしいよ。そうなんや。お、お、出てきたよ。いや、でも細いで。まだまだこっからあるよね。ないの？あと多分2回ぐらい。え、マジで？あ、で、あ、当たってないぞ。当たってない。どうしたどうしたどうした。あ、あれは割とあれだ、終わんねや。あっさりやな。寒。ほら、剣刺してプチュン。ないない。バタコさんおったん、そんなんかないと。今日見せ場がないから、まだ、ね、そろそろ打っていいよ。なんか初めてのちょっとだけ、あ、なんか来た、はい、これが現実。あ、そうですね、ガロがちょっとバトルみたいなやってますけど。お、回ってるやん。まあ、割とこの保留なんやろ、まあ、回転保留はエースには発展しやすいですね。でもね、今の感じ見てると。そうですね、ね、なんかカリメルフもね、はい、エース発展してるし。店長の代はあれ保留変化あったんですか。いや、覚えてないです。ねえ、なんか急に当たったから分からへんかったね。モザイクかけといて、これが現実。これは剣が消えた、剣消えた。店長あと何回。92回ですね。まだ結構ありますよ。一応、確率的には99分の1なんでね、まだまだまだありえなくはない。99分の1なら、いや、まあね、160回まで回してみないと分かんないですから、ST は。残り60回で当たるはずですね。消化遅いな。ガロホリューコップ当たったけどよかったよ。あ、あれですね、4つ揃ってるやつ当たったんですね。すごい、おめでとうございます。店長、駆け抜けは当たらんより罪重いね。まあちょっと期待さしといてってことね。店長、何回で回ったのってことで、あれ、当たったんはでも100回ぐらい ?100 回も回してないですよね。100ぐらいか。150近く行ってます。あ、行ってた。まあでも確率分母より全然ね。お、赤堀、これは店長、ね、これは外した。これは金色になるでしょう。金色になれ。はい、なってください。太い剣出てきてほしいな。ザンバ剣みたいですね。速度せえな。もうごめん、これはね、分かってるけど、もう私コメント来たから読まんといけんのでね。でも 80% 継続だから、みんな激闘。北斗バラバラバラ。おい、メーカーちゃうよ。騎馬バトルかな。やっぱさっきのはしょぼかったよね。サダメバトル、やっぱ赤保留以上っすね、期待度は。このゲートが初代のガロー。それがいい。これなんか同じやつやったら当たりとかなんかな、初代と一緒で。さあ、騎馬バトルね。赤穂の音最高、熱そう、赤きた、もう諦める。残り100切ってもはよならへんねんなって言われた。いいね、ガロで一番遅いかもしれない。さあ、騎馬バトル。一応これね、騎馬の攻撃演出、強攻撃、中攻撃、弱攻撃ありますんでね。も
これは怪しい。競り合いで勝っとけばまあ当たりですよね、きっとね。ギバギバ開いたくなる。これ弱攻撃ですね。店長チャンスですね。なるほど。はい。まあ、回避するでしょう。まあ5点やからな。履いた靴やから弱そうやね。ちょっと待ってや。まあまあまあまだ危機回避演出ありますんでね。この辺はまああれですね、初代の世界観そのまま。これ赤文字はどこなのかな。赤保留だぞ。赤保留って何。いや大丈夫やろ。大丈夫大丈夫。ほらほらほら、そらね、そらね、弱攻撃で負けてたらもう黄金騎士やめるよ。連続率 80% ですかね。そらなるわ。今回5は金図柄ではありません。そうやね、7だけかな、7と3だけか。でもあの右打ちで当たった場合は10ラウンド確変、オール10ラウンド確変ですんで、店長の代ももちろん昇格して10ラウンド確変です。イエーイ、頭出てきましたね。おお、怖いわ。確かにちょっとね、緩やかな消化やし、ちょっと怖いねこれ。はい、これで、騎馬バトルだとああいう感じで危機回避演出回避すれば当たりですね。まああと外れても、カオル登場でまた復活演出もありますんで。曲が今回結構あるんですよね。ガロの曲が今回13曲収録されてるそうなので、もう私は最初の方の歌しかちょっとわからないですけどね。あんまり時間ないとき打てないですね。いやいやいや、そんなことは。そうだな、まあ一種二種混合機ではないんでね、この場合ね。まあ普通のオーソドックスな ST 機ですので、そうだね、まあ遅くても9時半ぐらいには何とも言えないな。でも楽しいとは思いますけどね。そうですね、ガロ好きは多分好きだと思うんですよね、はい、確かにテストね、ありがとうございます。我が名はガロが好きです。危機回避演出さん脳汁出ますよね。そうですね、あれやっぱりキュキュキュ意味いいですよね。頭は当たってからしか出ないんですか。多分激圧の時、はい、頭出ると思いますよ。今日はちょっと店長の当たり方が特殊すぎたんで、ちょっと全然出なかったけど、まああんな感じにさらっと当たることもあるけど。そうですね、時間なかったらそもそも33番の台は打ったあかんって言われた。そうやね、まあちょっと朝一から行ける方だったりね、まあ夕方もまあそこそこに打てる方であればいいかな。まあまあ確かに時間効率あるんでね、ちょっと計算しながらになっちゃいますけどもね。コニタンずっと見てたいから店長お願い、連チャンしてーって言われてますね。かしこまりました。ああ、ダラダラカップして。店長、ラウンド消化はどうですかと言ってますね。早いですか。早い、遅いですか。はい。これは別に普通だと思う。普通。まあそこまで遅くも感じない。はい。まあ10ラウンド、まあ右打ちですからね、そんなに遅くはないと思うんですが。やっぱあれかな、店長、これ、ガロの着メロあるんですかね、保留連だと。着メロ、保留連エースの時にね、ガロの歌流れで。そうですね、なんかありそうですよね、保留連。最後の。今回の保留連、着メロ流れないの。あ、そうなの、何が流れるの。でも歴代着メロなイメージがあるからね。だらだら各編楽しめるのもいいって人もいるよねと言いますね。もちろんいろんな方おられるんでね、初代からずっと好きだからラウンドエースとか見てると泣きそうになるんですね。俺はわが名はガロ入ってたら満足だ。入ってますね。曲名に関してはライトニングダーク、ガロ、サバイバーインザダーク、わが名はガロ、ファイナルクロスファイトガロ、キバ、タスクオブダークネス、ガロイズヒア、炎の刻印、風、旅立ちの歌、アメージンググレース、孤独の月、炎の意志、ステイゴールド、正義の剣、この13曲になってますね。保留連チャルメラじゃないんやで。あ、そうなんや。保留連聞きたいね。これは7時からはちょっと打てないかも。
箱川60台導入してるのにこけたら大変やね。あ、大丈夫。いや大丈夫大丈夫、はい、あの黄金騎士トミーいますから、はい、チャルメラは強力やないか。味噌コーンピーマン、味噌コーンピーマンって何。もうあのガロ語っていうかインゴがもう分からへん。教えて。ステイゴールド、チャコメロ流れないらしい。わ、そうなんや。これは金色みたいな感じかな。炎の刻印入ってるのはアニメガロ好きとしては嬉しい。割と歴代のガロシリーズの歌ね、入ってるような印象はありますよね。ステイゴールドって万年未着馬競馬、歌詞が空耳で聞こえる。まあそうですね、ちょっとね消化はまあ何とも言えませんけど、まあでもオール10ラウンドは魅力かなと思いますよね。そうですね、遅いかって言われるとめっちゃ遅い。まあ確かにあのさっきコメントでいただきましたけど、歴代のカロンの中で一番遅いかもしれない。もうこれはあの別に店の責任。そうです、それは違う、それはもうあのあ、また赤堀行きましたよ店長。これはガロケンぶっさせかな。なんかちょっと赤以外のなんか欲しい、ね、レインボー。あ、今日はレインボーや、やったやったね、店長さすが。どんどん全回転いけへんかな。なんか見せたいですね。ねえ、なんかないかな。これは斜め止まったらよくない。勝負さっきと違いますね、これね。さっき激闘でしたもんね。激闘でした、ね、これも、バトルなね。これなんかオール同じバトルとか見たいよね、せっかくやったら。サクッと当たってよって、ね、いやもうこれは時間効率やからしゃあないな。違うのちょっと見てみますか。危機回避しましょうか。キバ、お前の負けは決まっている。これ設定ありえーってやってますけど、設定ありちゃうよこれ。フェンサーオブゴールドがペシャンコに聞こえる。遅いのは P の宿命やからな。まあ新内家はね、どうしてもちょっと時間制限ありますんでね。激闘と勝機とどっちが強いんやろう。勝機じゃないか、どうなんやろうな。なんか激闘の方がちょっといい気もしますけど ねちょっと響きがね。正規言われたらチャンスぐらいに、はい、これまたあれね、弱攻撃ですね。これさっきと一緒ですね。そうです、これは弱攻撃なんで、まあ、これで負けた方が、ダメージはでかいですね。お店長ボタン、いやー本当ね、まあ、まあね、あのプレミア出てましたので、このパターンさっきと全く一緒ですね。回避して当たるとかないので。先制して当たるとかじゃないのね。キバじゃなくてホラー出てけへん。これさっき赤文字だったんじゃない。そう、やっぱあれですね、あれチャンスアップなんでしょうね、きっと。まあこれはレインボーなんで。あ、一応ね、今回店長が多分選んだタイプが危機回避タイプなので、危機回避演出や復活演出が成功しやすいっていうね、モードになってますね。なるほどね、はい。先制タイプだと、先制演出競り合いでガロが登場しやすい。そうですね、ちょっとやってみましょうか。もちろん援護もありますんで、ゼロ、ダン、ジャミーが出てきたらもう超激アツになってますね。でもこれ気持ちいいっすよ。気持ちいい、気持ちいい。コーガの動きじわる。ボタン連打の文字白、赤あるんだね。それは分かりましたね。赤は多分チャンスアップなんでしょうね。回避のモードがさっぱりわからん。これの間トイレ行けるかもってね。歌なんか変えますか。我が名はナガロがいいって言ってた。もう多分、いや選べられそう。クロスファイヤーやだ。初代やと牙の攻撃は不可避だったから、時間稼ぎために復活演出というか、回避重視だからここまで引っ張るんかも。そうですね、まあ、先生だったらさっきの競り合いの時にもう攻撃当たりっていうのはあるかもしれませんね。この速度で1500発やったらゴッドイーター4連くらいしてるかな。まあ出玉性能がね、ゴッドイーターとはやっぱ違うからな。ちょっと比べるとちょっとしんどいかなと思うけどな。
ST 消化長くしてスルーの時にストレス緩和かな。そうだね、まあ保留連ならんかな。保留連ね、ちょっと一回見たいですけどもね。まあ難しいですね。でもなんかね、喜びの歌とかあの辺流れてもらってもね、いいかなと思いますけどね。やっぱり突入率が 33% っていうのがどうだろうねってね。まあ時短込みだと一応発表だと 50% ぐらいってなってますけどね。まあでもラウンド振り分けが本当にちょっとね嫌だっていう方はいいんじゃないかなと思いますね。まあまあありますよね。うん、あとレースに5秒ぐらいは辛いってね。1時間以内で当たって ST 出ただけすごいけどね。いやもうすごいと思います。私も今日ちょっと当たってもまあ単発かなとかちょっと思ってたから。そして後の2人が何もないっていう本気で何もないっていうね。いやでも僕は初めなんかいろいろ演出を出たんで。あ、そう、やっぱちょっとバタコさんがひどいってこと。だからな、結果やから別に一緒やよ。まあね、どっちも当たってない。やっぱり店長持ってんなってことになるよねこれね。臨時座談罰ばっかりさ。いやでもこれ例えばまあ朝一ね、こう3人、5人、まああのカノコ大店は5台ありますけど、まああのね、3人5固まって座って1人だけでやっぱあそこ出てたらちょっとあそこ座っときゃよかったなってなるよね。一つ聞いていい？バタコさん、カリメロ君何やってんのお前ら。ほんまやな。通常時の演出を見てもらってますね。通常演出長くされるより ST が長い方がストレス少ないかもしれませんねということでね。まあ、うーん、私ちょっとこのガローは今回 PV とかも見てなかったんで本当に初見になるんですけど、 ST もうちょっと早いと思ってた正直ね。まあ海でいいやんって思うから平均値段も欲しい台打ちたいなら無双かもしれないね。まあね、もうやっぱ無双はあの旧基準機になりますからね。やっぱ信頼系がねやっぱちょっと評価されるとしたら、もうやっぱ旧基準がなくならない限りはやっぱり難しいです。無双と比べたらやっぱ、いや比べたらおかしい。もうそもそも作りが違うからね。はい、一つ聞いていい？トミーってお笑い芸人になったの？まあもともとお笑い枠ですけどね、あの方ね。はい、これから出てくるパチって確変こんな遅いんですかっていうこともおられますけど、そのあれによるよ、スペックによりますかね。一種二種だったらねまた違いますし、ただ振り分けがかなりきつかったりとかもありますしね。で出玉をこう統一にするんであればやっぱどっかをこう時間効率で調整したりしないといけないから、結構メーカーさんも本当に大変みたいですよ。うん、リアンかわいい、ジャミ普通、マユリ物才。マユリって誰？バタコさん、マユリって どの世界の人？魔界の時の。魔界の花？はい。ということは、ライガちゃうわ。龍が？いや、ライガっす。ライガは、あれっす。リアン。あ、リアンか。あ、そうか、そうか。一瞬二種でいいかな。で、CR がホールインある限りは P は難しいよねってことで、そうですね。まあでも来年以降ね、やっぱちょっとずつあのダイソンも減ってきますしね。今年のナンバーワン台ってアリア3ですか？うーん、アリア3はちょっと正直あんま聞かへんけど、どうなんやろうな。今年まあ上半期って言ったんですかね、もう6月過ぎましたからね。上半期でどうなんやろうね、正直。でもどうなんやろう、ヒットした台あったかな。あ、またメドリーホイール来ましたね。あ、でも赤ですね。ガロ保留が意外にあれですね、あんまり絡まないというか。来ないです ね。今年ナンバーワンは寿司三昧になるようで。寿司三昧な。対決、これは弱そうですね、対決はね。対決は何もチャンスがない。どうなんですかね、対決激闘将棋なんかな。ただの対決。確かに歴代ヒロインでマユリは一番ちょっと点々って。アリア3中古売り場で5万以下なってた。早っ。これゲート選択も赤と白だ。ああ、なるほど。じゃあ先生やってみましょうか。まあ、まあ、ちょっとね、緑保留なんで難しそうですけども。これはちょっと負けるとは思いますけど。割と新仕事人は面白そうな気がする。そうですね、
仕事には 50% 突入ですけど、あ、え、当たった店長、もう分かんないよこれ緑でも当たるときは当たるんやね。先生は結構あれですね、もうあっさり。そうですね、もう分かりやすいですね。何これ、銀が消滅。あれか、昇格円錐なのかな。めっちゃレインボーやな。50秒かかるんやもうこの間はあれか、堪能してくれってことは。これ結局あれですね、復活にしてても、はい、先生にしてても、はい、当たるまでかかるし。あ、そういうことか、なるほど。そんなかかっとったっけ。そうですね、あのバトル結構長かったもんね。あと何だっけ、危機回避の演出もあったから、時間稼ぎきたって言われた50秒はトイレ行けるな。いや、あれですよ、ここタバコ火つける。あ、そうやね、あの喫煙の方はね、はい、あとジュース買いに行けるな。ちょっと、まあ、この辺はちょっと有意義に使おうもうごめん、俺しか言われへんわ。絶対ドヤ離席する人できますよ。せやね、あ、うん、今のうちにちょっとあれやなみたいなね、ジュース買いに行こうかなみたいなね。さてと話してる間にマジでトイレ先制攻撃でも結果長いんだろうね、そういうもんだよ。召喚に時間かかって、ここでも時間かかって、ボタン連打で時間減らせるで、もちろん嘘です。いや、秒終わってもまだ長いですねまあまあ時間かかるよね。まあ、じゃあやっぱり1分ぐらいかかるってことやね。映像はめっちゃ綺麗。いや、もうクオリティは過去ガロ最強ちゃいますかね、やっぱり。すごいすごい。トイレ行ってコーヒー行けるそうそう、寝がキャンになってます。まあでも実際もうホールね、明日本日からも稼働開始になりますんで。でもガの好きな人はやっぱ打つと思いますよ。打ちますよこれは。うん、あ、それしましょうか。はい、わかんない、飲み物買えるな。これやったらタスクオブゴッドでええかな。まあタスクオブゴッドもね、消化遅いとかいろいろ言われてたからな。そんな感じにタスクオブゴッドも横に置きました。ねえ、カノコ大手入ってすぐのところにあの魔界の花ね、とゴールドストームとタスクオブゴッドとで今回の西島コが並んでますんでね、好きなガロを選んでいただけたら。残りの2台ほんまなんもないびっくりするね。まあ2400ガロのあれよかマシかな。18なら気楽かな。わがだわがろ、テンションがある。スペックが良ければ時間効率悪くても打てますよ。やっぱ規制って大変だねと。まあそうですね。まあただ一つ言えることは、やっぱ前までの機会がやっぱりちょっとこう若干遮光性を追ってた部分は否めないので、まあ、10年前ぐらいの台って本当こういう台多かったからな。なんとも言えないけどね。今までで一番消化早い台って何やろ。やっぱ初代日暮らしとかかな。あ、加速装置ありましたからね。早かったっすね、あれ。あれはね、割とそうやね、早かったような気はしますね。ただそこを行くまでがめっちゃしんどかったっすね。そうですね、 33% 入らないならともかく、初当たりなしっていうのはな2人なビッグドリームケーキ。明日気候な戸塚行ってきますわ。あ、関東ユーザーの方かな。まあ、ぜひね、関東は多分先も入ってるお店もあると思いますし、関西もね、都民エリアは、随時また西島港が入ってきますんでね、ぜひぜひ最速で、ガロ楽しんでいただける方は、カノコ大店ぜひ来ていただけたらと思いますね。カノコ大とイカワダギが一応最速になるんですかね。最速ね、加古川とか網干とかは確か姫路とかは明日が入れ替えだったと思いますんでね。多分姫路駅前とかも入ってたと思う。あ、なるほど。まあ、台数多い店で言うとね、鹿児台と伊川だけかなと思いますんでね。最近スロのハーデスばっか打てたけど甲賀は打ちますということでね。確かに突入率は厳しいですけど、そのスペック自体はそこまで悪いとは思わないんでね。スペックは優秀な方だと思います、はい。時短の引き戻しが多い報告がたくさん出てほしいね。ガロとかケージはどんな出来でもとりあえず触りたくなる。やっぱ判件が強いですからね。まあ一応ね、この放送一部なので、まあゲームフローはね、なんとなく分かっていただけたかなって感じですけども、まあでもやっぱ続けば面白いと思うんでね。
この時期は良かった。ゴールドストームショーがちょっとひどかったから今回のは全然いいと思います、ね、まあ割とねこういう意見っていうのは大事だと思いますんでね、あの意外にメーカーさんチラッと見てたりするんでねはい、あのもし見てらっしゃったらねちょっとね参考にしていただけたらと思いますね。まあ、一つ言っとくと、お店は特にあの開発には関わってないので、あの、なんとも言えません。はい。私服の時っていうのがちょっと出すので、ね、振り分けなしは嬉しいです、ね。そうそう、確かにね、その、スピード感あっても振り分けあるお、ね、やっぱ台とかもありますからね。そうですね、確実に、もし時短になったとしても、まあ、一箱まではいかないです。そうですね、まあ、1000から、まあ、1200、300発はね。ショーとはまた違う人なんですかってやってますね。そうですね、今回は西島効果は一応ガロの初代ガロの、メインキャラクターになりますのでね、一応まあショーのあれかな、ライガーやったっけ、ライガーとかリュウガも出てくるそうなんで、まあ、歴代のガロシリーズ好きな方は楽しんでもらえるかもしれませんね。4ラウンドに怯えなくていいのは今時ありがたいような気がする。まあでも今で店長4連目ですか？4連してますね。あ、緑保留。緑ね。さっきかほんまに2人当たらない。ザルバ出てこうへんな。それ確かにザルバエースないね。ザルバいなくなったんですか？どうなんでしょうね、ザルバエースあんのかな。ST 中ちょっとザルバ出てこないけどね。やっぱあれですね、緑リーチかからんとかもありますね。ああ、確かにね。じゃあさっきのほんまにラッキーやったんかもしれないですね。エヴァは自分から落ちぶれていっちゃった。チャンスぐらいでしょうね。ミカ封印アタック来ましたね。あ、さっきカリメロさんが出したやつやな。90で何回もなんか続いたやつ。そうですね。ああ、あれですね、3回ぐらい続いたやつ。なかなか剣が合体しないですね、これ ね、 気持ちよく。もう今日は店長以外モザイクでお願いします消化遅いからガロ好きやったら好きな曲が永遠聴けていいよ、ね、10ラウンドで何発ですか？一応、ね、雑誌解析によると1500ですね、10ラウンド後だ。マックスで1400ぐらい。まあ体感そんな感じかな。剣道遅ってことしゃあないな、これは。ガロは何台も作ってるけど粘ってる方だよね。まあもちろんね、歴代シリーズ全部ヒットっていうのはなかなか難しいと思うので、まあ、今回はね期待されてくる方ほんと多いと思うんで、効果が帰ってきたってだけでもね嬉しいよね。ガロなのに剣させないなんて。確かに剣さす演出今んとこあんまりないまあ、本当にね、これが全部ではないと思うんで、まあ、参考程度にね、見てもらえたら。顔初めてただこれ相手ですね、バタコさんワンチャンやな、これサジなんで、きついな。きついか削らないね。そうやな、まあ ST に関してはね、やっぱ消化遅いっていうコメント多かったけどなしゃあないな。まだ117回にあるすごい楽しめますね。楽しめますわ、これは。まあ22日はね、まあ、京楽さんの仕置き人も控えてますんで、まあ多分この2機種が、この8月ね、9月、7月、8月は頑張ってもらうんじゃないかなと思いますんで、はい、22日、主力人 も最速ですね、はい、導入しております。台がすごい派手なんでね、主力人もね。確か色がね、いろいろこう台枠の色がバラバラだったりするらしいんで、金のもあればね、普通の必殺仕事人の枠もあるし、シューキングも、まあ、軽くだけね見せてもらいましたけど、ST 本当に爽快 ST を望むんであれば、まあ、そっちになるのかなという感じですけど、まあ、振り分けがあるんでね、ちょっと4ラウンドやっぱ嫌だっていう方はガローがいいんじゃないかなと思いますね。
アリアは絶賛、今のアリア3こけてるもんね。 ST 長く楽しめていいと思うよっていう人もいますね。コーガがやっぱりイケメンです。リアンのコスプレが通常リーチで見える、もうそれだけで十分そこもね、ちょっとこうガローファンのポイントもあるよね。確かにアリアも初代が神や。仕置き人はまた仕事人の仏壇が、そうですね、仏壇兄弟ですね。今剣飛んできましたけど、ね、おっ刺さりました。おっやったやん、ワンチャンワンチャン。いや刺さる瞬間で画面消えたんで刺さったんかわからなかったんです。刺さりましたちょっとじゃあバタコさんの画面ちょっと行こうか、これでも剣保留の前やなでもその件、俺の体感 40% ぐらいの感覚激アツにはならんのかな。 30% ぐらいですかね。ガロホリューの方が熱い。ガロホリューの方が熱いですね。ガロホリューの方が多分全然熱いですよ。ジャンバ剣やったら濃厚でしたっけ、これ。ジャンバ剣は8割ぐらいで、8割か、うん、ジャンバ剣刺さらなかったら大体逆をエンブレム。あ、そうなんや。さあ、バタコさん、この回転やね。まあでもチャンスはチャンス。これちょっとワンチャン欲しいね。いやもうこれで外したらめっちゃええ落ち。今回剣保留熱いらしいですよ。バタコ、俺は信じてたぞ。さすがに顔は出るって上だった、ね、上やな、問題は長いな。これが青とかすごいね、これどこまで行って、これあのファイナルの時にあったやつ、あね、赤うおバタコ頑張れ。ああピッポッパーやで、あれこれはどうなの。あ、これ3、あ、これはいいんじゃないかな。あ、バタコさん、このリーチ多分熱い、激熱やで。ほんまや、星4つ。でもこれ多分遅れて出てくるみたいな、はい、なんか動画見てたら。このあのゼロ、ダン、ガロが3人集結したリーチは星4つですね。一応ガロ SP の中では一番上になるのかな。これは熱いっしょ、リーチは。バタコさん、これ外したらもうネタやね、完全に。いややってくれるでしょ。あ、引き抜け来た、引き抜け来た。あ、ザンバス、ザンバス、でかい。やったやった、次刺す。バタバタ、おお来ましたー、やったねめっちゃ嬉しそう、嬉しそう仕事をしたーって。じゃあもうこれでカリメルクアウトやな。ちょっと待ってください、なんか来ましたなんか来た、ほんまやね。ガロケンオアザンバ、いや、どっちもいいよ。どっちもないってことはないよね、運命。え、これあんの、これ熱いやろ。え、いきなり。あーでもガロウ剣、ガロウ剣か、押し込めプチューンそやな落ちやわ、やっぱバタコや。あーでもこんなんもあるんですね、すごいね。でもなんかいきなりこういうカリメロコみたいな演出来たらちょっとドキッとするよね。プチューン来た剣引けるのかな、どっちかな、目が目がってね、はい、バタコ良かったなーってね。いやー前回も滑り込みセーフやったねえ。さあこれでバタコさんは、まあ、33% を突破できるかどうかですね。これでね、まあ時短になるんですよ、はい。店長の台はでも ST 中の保留変化は割とありますね。緑だったり赤だったり、緑とかは全然あるね、ね、赤は当たってますけどね。まあ、緑保留もちょっとよっぽど強い予告からまんのやっぱちょっと厳しそうですね。そうですね、あお店長まだ70もあるんかってそうそうそう意外にあんまり消化しない、ね、あ、リーチかからんってパターンもあるんですね。そうですね、演出は来るけどって感じですね。緑ジャムおじさん喜んでんでんってねガロ台の弾が入るリーチと見てた、ガロ剣、ザンバ剣。あ、なるほどね、それもありましたね、そういえば。あ、残り60だね。60。じゃあ店長はあれですね、消化するか当たったら終わりましょうか。そうですね、いい流れで来てますね。バタコさんはこれは ST 入れたらすごいで、ね、いや、私ガロは時短が得意なんで。あ、時短のバタコなのまだでもこれどうなんやろ、復活ないんかな、もうコガーってね、えありそうよね、ザルバ来たらええよね。まあでも信頼でしたけどね、よく当たってくれたね。ガ
ル保留が欲しいな。そうですね、一回ちょっと見たいですね。ガタコさんがちょうどあの剣保留見せてくれたからね。最後に欲しいな。あ、時短もどんな感じか見たいよ。時短は100回ですからね。そう、カリベロの話一切出えへんから、ちょ頑張ってマジで。まだワンチャンあるからね。まだ2人が当たってるから。そうですね、なんとか出せたらいいんですけどね。はい、ちょうど時短も見たかったからよかった。一応カメラワークは3カメになってるんですけど、まあ一応ね、店長の台が ST でバタコさんの台は時短なので、これ時短も消化スピード同じくらいなの。いや、どうなんやろ、そこが気になるんじゃない。一緒やろ。でも時短だけ急に速くなることないもんね。そこはちゃんと楽しませてくれるよ。まあもしかしたら演出がちょっと多いとかあるのかな、どうなんやろね。これで、バタコさんの台は時短になりましたので、まあ、ここでもし引き戻せれたらもう確変ですね。 ST 入りますんで、新宿ラッシュが時短100。時短は消化早いですね。あ、そうなんや、はい、普通のガラと変わらんすね。これ大間さん乗って、あ、ね、5点乗ってるけど、そう、やっぱ ST と比べたら早いんかな。歴代とそんな多分変わらんと思ってます。ちょっと早い、若干早いぐらい。いや、普通に早いです。時短早いやないか、取れた。鬼畜仕様。逆にこのハラハラ感好きです。なるほどな、若干だけ。あ、そうやね、確かに同じ今消化スピードを見てもらってるけど、確かに若干時短の方が早く感じてしまうね。多分これはガロが走ってるからとか関係ないと思うんやけど、だいぶ早い、見比べてたら早い。このテンポで確変も頼むわ。時短が新宿ラッシュっていう名前なの。緑ホールですね、やっぱり馬乗って走るんや。時短のね、演出も見たいところなんだね。時短はちなみにあのホラーバトルがあるんでね、これも対戦ホラーで、期待度が変わるところですね。ちなみに対戦ホラーはあの危険度1だったらね、あの超チャンスということなので。店長があと19回。また緑、もう一息、赤濃い赤。さあ、あと17回。これはあれやな、アカウント。やばい。これは多分リーチ7やつです。時短の方が楽しそう。ST は数字動くのが左中右だけど、時短は一線に動くんですね。なるほど。剣やろ、剣。さあ、手錠、プチュンかな。ああやばい。これはあんま当たる気しないです。まあそうですね、ちょっとなんかね、多分チャンスアップあるチャンスかね、これザンバやったらとか。ザンバ剣やったら、あの13回ゴールドストームショーの時もあるの、なんか剣の色とかなんかいろいろありました、ね、ああ、そうですか。時短もST できないのかな。どうやろう、でも時短100で99分の1やったら割としんどいと思うけどな。どうなんやろうな。あとこれ、あと10回ってことです ね、 いいですね。ここで当てたら面白いよね。確かに。何これ。何じゃこりゃ。何これ。あ、これあれですね、歴代このタイプのやつありましたね。ファイナルの時とかも最終10回転とかはなんか演出変わってましたもんね。あの砂時計の演出みたいな。お、ボタンです。お、ボタン。絶対剣の方がいいやん。確かに。ボタンも多分赤とかデカボとかあると思う。もうこれはね、今回本当液晶をフルに使ってるね。赤の剣。これが欲しいな。もう一個揃えばね。これが来たらな。
確かに店長のこの10回転割と時間食ってるけども、バタコさん時短あと30回ちょっとやもん、はい、時短得意って言ってしまったんですけど、ラスト10回転もこの演出いらない最後の5回ぐらいでいい。でもここで当たったらほんまにケツ浮きやんな。でも結構ガロファイナルの時とか、はい、これ好きやったっすね、最終10回転の。まあでも10回転あったらある時はありそうですね。何回かに1回ぐらいはなんかありそうな感じも、はい、あこれ緑っすね。さっきあ真ん中から止まるパターンもあるんですね。これは熱かったりしてないか。さっきのがあれですね、多分赤の目やったりしたら熱いのかな、うん、じゃあ。やばい、店長の台が終わってしまう。さすがに終わりですね。緑。まあ、確かにその止まり方でもちょっと期待度変わりそうな感じもありますよね。ラストかな。あ、ラスト、うん、店長何連で終わりって言われてますね。これで4ですよ。4連結果表示ここからあと残ってる保留の超過みたいな。そうですね、BGM めっちゃ好き。さあこれであとはバタコさんだけ、あと5回 80%4 連。いやでも平均連チャンそれぐらいやと思うんですけどね、だいたい 4,5 連やと思いますけど。これパトランプです。あ、はい、そうか、その演出なのか。閉まってボタン押して光ったら当たりやね、確か。あー、バタコさんは時短終わっちゃった。あー、得意や得意あとはこの最後のあれやね、4回ガチで得意なんすけど、バタコのガロ散歩終了ということで、じゃあカリメルコン明日頑張ってね頑張ります。あと金運上、金運急上昇ってなってるんで、あら、じゃあちょっとカリメルコン見たらいいことがあるかもしれませんね。あとプライベートでも、それでそうやな、それで落ち切ったらいいやざわ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 するし、あのツイッター上げられるんちゃう、全然知らない、あいつなんか変なやつおんぞみたいな。それでガロ打ちに行ってやる。ほんまや、それでガロ、ほんまや、あいつちょっとやばいぞみたいなね。ちょっとある意味この辺でちょっと有名人になるかもしれませんので、はい、まあ、ぜひツイッター、フォローね、皆さんしていただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあキコナチャンネル今日はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんね、たくさんの視聴いただきましてありがとうございました。それではありがとうございました。おやすみなさい、また明日。いつも生放送動画をご視聴いただきありがとうございます。本当にありがとうございます。動画が面白かった、また見たいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた生放送動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。さよなら、バイバーイ。